綾瀬泰蔵というものです。まあこういうようなタイトルで発表したいと思います。まあまず誰だお前っていう感じなんですけども、ツイッターのアイコンが泰蔵綾瀬という人の中の人です。で統合 TV じゃなくて統合牧場で RA するのは、まあ今年で2年目ということになります。で日頃はまあ生物の、ウェットの実験がまあ本職の人です。でここに出てるのは一応なんかずっとみんなに言われるんですけど、一応アイコンです、アイコンです。はい、はい、誰かのリスペクトというわけではないんですけどもアイコンです。でまあお前は統合牧場で何をしているのかということなんですけれども、まあ昨年の春から統合テレビのコンテンツ動画を作っている、先ほどまあ何人か、プレゼンがあったと思いますけれども、そこで それと同じように、コンテンツ作りをしています、いましたというのが正確ですけれども、今まで作った動画とか、まあ、ここに上げるのもちょっと大変だ、まあ、面倒くさいわけではないんですけど大変だったので、まあ、ツイログとかを参照していただければと思います。じゃあ今お前は何してるのかということなんですけれども、今年9月からここに書いてあるこんな仕事を始めてみました。まあ、先ほどここに出てるのはチケットと呼ばれる統合 TV 総司令部、ここに統合 TV の関連の全部の仕事が置いてある仕事置き場なんですけれども、その中にこんな仕事が一つあったんです。アップロードページの作成というものがありました。何なのこれはということなんですけれども、これをまあ説明するには今までの統合 TV がどうやって上げられているかっていうのを説明しないといけないです。で今までまあちょっと何人かテレビの作り方は話してもらいましたけれども、アップロードとかそういう話はちょっとなかったと思うんで詳しく説明したいと思います。まあ、まずはまあカムタジアスタジオで動画を作成して出力しますと。でこれを統合 TV のサーバーにアップロードしないといけないんですけれども、まあ、それをどうやってやるかっていうと、まあ、SCP、まあ、そっち関係の人には割と知ってると思いますけれども、そういうものを使って、MOV ファイル、動画ファイルですね、動画ファイルを、統合テレビのサーバーに転送します。そしてそこに置いてある謎の Ruby スクリプトを走らせると、なんと統合 TV がアップロードされます。はい、その、まあ、その際に、使用しているのが、まあ、シグインと呼ばれる、これも統合テレビがあるので、まあ、興味がある方はググってみてください。でシグインをまあ使用してターミナルからコマンドラインを叩くわけです。で、まあ、この謎の Ruby スクリプトを走らせると、動画説明文の、テンプレートが出力されます。でそれをここの統合 TV の本丸ですね、まあ、それの、まあ、ブログ形式になっているわけですけれども、そこのこの本文のところにコピペして、それを動画の説明文として貼って、で動画の説明をそこに書いていくわけです。でまあここのブログの仕様としてエントリーは1日1つまで、でアップロードの作業の中でそのアップロードする日付を指定して、そのエントリーの日付が被らないように、まあ小野さんと要相談のことということなんですね。そういう仕様になってます。で、動画内で吹き出しが、いっぱいあって、動画内の吹き出しを全部抽出して、ネタバレ用の、ものを作らないといけないんですけれども、まあ、以前これは全部手動で全部テキストを一つ一つ吹き出しからコピペしてやっていたわけですけれども、これはすでに、先人のもずくさんという人がいて、吹き出しエクストラクターというのを作ってもらったんで、これはすでに自動化されていて、まあ、ドラッグ&ドロップだけで作業ができるという楽な作業になっています。でもう一つ仕事があります。ヨーツベじゃない、 YouTube へのアップロードが、まあ、非常に重要でして、最近はやっぱり統合テレビは YouTube でも好評配信中でありまして、結構人気が高まっております。ということはこの YouTube 用の、あ、 YouTube に動画をアップロードして、その先のリンクを動画説明文に貼るという仕事もまあ残ってるわけですね。結構まあ今まで言ってきたのが動画を作成した後の仕事が割といろいろあるわけですよ。で、まあ、特に面倒なことっていうのは、動画をアップロードするときに、まあ、コマンドラインを叩かないといけないわけです。まあ、特にその SCP から謎の Ruby スクリプトを走らせるあたりですね。で、まあ、その動画説明文を書くのも、この HTML みたいなやつを理解書きしなきゃいけない、まあ、面倒くさい、やりたくないっていうことなんですけれども、まあ、しかもこういうのはあれですね、先ほどみたいにそのディスプレイが映せない人とかは割と結構抵抗があるわけですよ。でタイプミスとかもすると、その特にターミナルを叩くあたりはタイプミス1文字違いがかなり重要に
響いてくるので、なんかいろいろ面倒なんですよ。面倒なんです。でだからこの作業をなくしたいぞというわけなんですけれども、じゃあこの仕事が、統合 TV アップローダーを作成するという仕事なんです。で理想形としましては、動画をまずファイルを選択します。で動画説明文を書きます。でキーワードとか必要事項を入力してアップロードボタンをポチッと押すと、なんとアップロードが終わっている。なんと YouTube にもアップロードされてリンクが貼ってある。しかも吹き出しの内容も書き出してあるというのが理想なんですけれども、まあ、現実的にはとりあえずここだけ実現させようと、まあ、まずは動画を選択してアップロードボタンを押すとアップロードができている。まずそこまではやってみようじゃないかと、まあ、やりました。で何を使ったか、 Ruby でまあ書きまして、でブラウザベースのアプリケーションでやりました。でシナトラというものを使ってたんですけど、まあなんだろうこれっていうことで知らない人もいるかと思うんで一応説明文載せたんですけれども、全部 Wikipedia で引用です。まあ気になった人は Wikipedia を見てください。まあ、ざっくり言うと簡単に Web アプリケーションが書けますということなんです。でまあ9月から始めたっていうんですけども、9月時点での綾瀬泰造の Ruby 力はまあちょっとした文字列操作はできるけど、まあ、クラス定義したことある、でもウェブアプリケーションとかもう知らんがな状態だったんですけれども、そんな私をまあデスマシナトラというものを教えてもらったのはまあこの犬さんですね。まあ一応ここでサンクスということで紹介しておきます。まあ紆余曲折はあったんですけども、それはまあブログを見てもらえば何いろいろ書いてあると思います。 できたものがこちらになります。シンプルイズベストいろいろ間に合わなかったってわけでないです。動画を選びます。アップロードする日付を選びます。で必要な事項を入力してクリックすると、なんとアップロードが未完成間に合わなかったです。いや一応予定のテンプレートとしてはできてまして、こういうものが出てきて、まあ、ここからコピー、今もここまでコピーというのができて、これを T ダイアリーにコピーして、いつも通り説明文を編集あんまり楽になってないじゃないかとか、そういうのはちょっと言わないことにして、とりあえずここだけ自動化できそうだなということが分かりました。結論、アップロード手順が今までよりも簡単になったはずということになります。まあ感は9台、去年の収穫祭の自分をちょっと振り返ってみたいと思います。でも去年の4月時点での綾瀬泰造プログラミング歴が0年0ヶ月ということだったんですね。で、まあ、去年の3月時点でなんかツイッターのプロフィールを見ると、なんか RRB 勉強中とか書いてあって、どうしてこうなった状態なんですけど、まあこのきっかけは総合牧場だったよっていうのを去年話したわけです。でそのきっかけって何だったのっていうと、これさっきも見た画像ですね。なんかこれは動画をアップロードするときにコマンドラインを叩くよって、でなんか勉強してみると思ったよりも分かるぞって思ったプログラミングを始めたきっかけがここだったわけです。ということは自らがこの道に入った道を自ら潰しているわけです。でも統合 TV 制作者にはもうちょっと手軽にアップロードしてもらいたいわけです。そういうこうジレンマがあるわけですけれども、まあそんな細かいことはどうでもよくって、まあ次に進みたいと思います。で、実はこの統合 TV アップローダー、もう一つ問題点があるんです。で、先ほどのゴーイズツイル氏の発表をもうちょっと思い出してみると、こんなこと言ってました。アップロードするの難しくないのと。ネットってよくわからない。コードとか覚えないといけない。すべて統合 TV クリエイターの小野さんが、やってくれます。安心だね。すべて統合 TV クリエイターの野さんがやってくれます。どういうことだってこれ。どうしてこうなった。どうしてこうなった。で、これには深い理由があるんです。で動画は Windows で作成されてます。カムタジアスタジオは Windows のマシンで動いてるわけですけれども、実はここで書かれた MOV ファイルをそのまま統合 TV にアップロードしてしまうと、まあ、BGM が再生できないという問題があるんです。そこで Mac 版の QuickTime でしたっけね。それでエンコードし直してアップロードすれば OK ということで、小野さんにエンコードし直してもらって、アップロードもやってもらっているわけですけれども、まあ
ここの部分を自動化するにはいずれそこの問題も解決しないといけないわけですね。つまり Windows マシンを普段家畜たちが使っているわけですけれども、そこから小野さんのエンコード経由なしに、ブラウザベースでアップロードできた方が幸せなわけです。まあ、最初に示したここに陶器理想郷があるわけですけれども、まあ、これをなんとか全部達成するまでに精進していきたいなと思っております。まあ、まとめとしましては、動画のアップロード中間段階を楽にできるようにしたかったのわけですけれども、まあ、課題は山積しておりますが、まあ、いろいろ、まあ、頑張ればできるんじゃないのという、2年前までプログラミングのプノプチも知らなかった人が言っているわけです。なんでこんなことを、まあ、自分の時間を割いてやってるのかというと、こういうことですよね。まあ、俺はそういうことに幸せを感じるんだということです。誰かがこう、私が頑張ることで誰かの時間を節約できるなら、きっとそれは嬉しいことなんだなと思います。ご清聴ありがとうございました。